さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はアイナインバーサスシリーズ第3弾、ディープクールの空冷クーラーでアイナインに勝つことはできるのかをやっていきたいと思います。いつの間にそんなシリーズが。これまでこのチャンネルでは虎徹とかグランドカマクロス先輩とか、あとグランドカマクロス先輩とかグランドカマクロス先輩とかグランドカマクロス先輩とか、グランドカマクロス先輩多すぎで、アイナインに挑戦してきたんですが、すべてインテルの勝利となってきました。まあ管理水冷必須の CPU だしね。で、今回はディープクールの空冷クーラーなら、もしかしたらアイナインに勝てるんじゃないかと思って、今回はこちらの空冷クーラーで挑んでいこうかと思います。使っていくクーラーは、空冷最強と呼ばれている TDP280W まで対応の大型空冷クーラー、アサシン3と、白色がとても綺麗で人気のあるAS500 プラスホワイトで試していきたいと思います。おお、今までの検証に比べたら随分まともっぽいわね。いや、いつも真面目です。え、ということでこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本編に行ってみましょう。それでは早速こちらのクーラーを使用して i9 の爆熱具合を測っていきたいんですが、その前に一つ用意するものがあります。アーリテンション。はい、今までの LGA1200 と今回の LGA1700 では、LGA1700 の方が縦長になっているので今までのリテンションが使用できません。じゃあどうするの？はい、今回のこのリテンションの変更で、各メーカーごとにリテンションの提供、販売が行われております。ディープクールの提供については概要欄に貼っておきますので、気になる方は見てみてください。で、申し込みをするとこんなものが届きます。こちらが LGA1700 用のリテンションキットになります。あれ？二つ？はい、こちらはクーラーに応じてリテンションが分かれているみたいです。今お見せしているのはアサシン3用のリテンションキットになります。もう一つのこちらが、AK620、AS500 シリーズ、ネプトイン用のリテンションキットになります。こんな感じでクーラーに合わせて提供があるみたいですね。ではどんなものが入っているのか見てみましょう。ではアサシン3用のリテンションキットから開けてみたいと思います。箱の中は何やらジャラジャラ金属部品が入っているような音がします。こちらが入っているものですね。袋からも開けてみましょう。まずこちらがバックプレートですね。素材はかなり頑丈にできていそうです。続いて入っているものがクーラー取り付け用のリテンションとネジ類ですね。入っているものはこれで全部となります。まあ止めるだけの部品だから必要最低限って感じね。ですね。続いてもう一つの方も開けてみましょう。 AK620 AS500 シリーズネプトイン用のリテンションキットになります。箱の見た目が全く変わらないので後ろのシールで判別してください。こちらもバックプレートとクーラーを止めるためのリテンションとネジ類が入っていました。あれ、これって違いは？クーラーを止めるための部品以外は一緒みたいですね。二つを並べてみるとこんな感じです。バックプレートとネジは有用できそうですね。それではこれを使って実際に取り付けてみましょう。シュラララ。まずは AS500 の方から取り付けていこうと思います。箱に入っていたバックプレートをマザーボードに取り付けていきます。あれ、付けれない。え、なんで LGA1700 用のブラケットキットから出したやつでしょ。それなんですが、こちらのバックプレートなんですが、他のソケットにも併用としてるみたいで、こちらのネジがさらに上まで広がるようになっていました。こちらのネジを4箇所すべて上に上げていきます。ちょっと硬いので最初上に上げるときは、結構思いっきり上げた方がいいかもしれません。こんな感じで4箇所上に上げたら、再度取り付けていきます。今度はちゃんとつくかな？ちゃんと入ってくれないと今回の企画が成功しないので、入ってくれることを信じます。ちゃんと穴に合わせて入りましたね。そしたらこのバックプレートをネジ止めして固定していきます。これは手回しで止まるので4箇所止めていきます。手回しで固定ちゃんとされるの？この後上のブラケットでネジ止めされるので大丈夫そうです。続いてブラケット部分を取り付けていくんですが、こちらに1、2、3と数字が書いてあり、LGA1700 は2のところにネジを入れていきます。こんな感じでブラケットをセットして、こちらのネジで止めていきます。最初は手締めして、ネジで締めていきます。そしたらグリスを塗っていきます。今回使うグリスはこちらの SMZ1R を使っていきます。
前回使った虎徹やグランドカマクロス先輩の時もこのグリスで行ったので、後で最終的な温度やスコア差なんかも出してみたいと思います。そしたらこちらにクーラーを乗せていきます。この AS500 ホワイトって全部白いから綺麗よね。白いパソコンケースとかに合いそうですよね。今回メモリも白いので、黒と白の両極端が混ざった検証台になりそうです。そしたら前面にファンを取り付けていきます。これはかなり白いわね。背面側にも忘れずにファンを取り付けます。おお、冷えそうな感じはするわね。ということで取り付け終えた感じはこんな感じになりました。白がすごい目立つわね。確かに。それでは実際に動かしてみましょう。スイッチオン。部屋が明るいので分かりにくいですがクーラーも綺麗に光っています。では実際にシネベンチ R23 を回してみましょう。果たしてグランドカマクロス先輩よりも冷えてスコアを出すことができるのか。割と発熱は抑えられてそうな感じはしますが、と思ってたら。あれ、温度が。みるみる上がっていくのが分かりますね。最終的なスコアはこちら。マルチが 27,258 ポイントでシングルが 1,907 ポイント、最高温度は100度でした。やはりI9、100度まで発熱してるのね。かなり熱いですよね。では続いてクーレイ最強クーラーでやってみたいと思います。シュララ。では続いてアサシン3を取り付けていきます。バックプレートを固定するところまでは一緒なのでブラケットの部分から、先ほどの AS500 のブラケット同様、2の穴にネジを合わせていきます。ブラケットを置いたら、こちらも先ほどと同様にドライバーで固定していきます。先ほど減った分の上グリスを少し乗せて、アサシン3を乗せていきます。と思ったんですが、ブラケットがこの向きだと、アサシン3が横向きではなく、縦向きについてしまうので、ブラケットの取り付けを間違えてました。確かに縦向きは変ね。ということでブラケットの位置を直しました。AS500 と同じ向きに取り付けるものだと完全に勘違いしました。ということでアサシン3の場合はこちら向きになります。一応ブラケットの向きの注意ですが、失敗。成功。失敗。成功。失敗。成功。ということでこちらにアサシンを取り付けていきます。こちらもクーラーを乗せたらネジで止めていきます。あとはファンを取り付けて、完成はこちらとなります。でか。さすがアサシンですよね。メモリも見えなくなるほど黒で覆われてしまいました。AS500 との比較はこんな感じです。AS500、アサシン。AS500、アサシン。AS500、アサシン。ということでアサシンの大きさが分かったかと思います。それではこちらでも電源を入れていきましょう。完全にメモリが隠れちゃってるわね。あ、ちなみに前面ファンはメモリに干渉するので 1.5 センチほど上に上がっています。ではシネベンチ R23 をやっていきましょう。さすがアサシン、温度の上昇具合が AS500 に比べると少し緩やかのような気もします。せっかくなので AS500 と並べて温度の上昇具合を見ていきましょう。どれを見ていいかわかりにくいので、下のグラフをよく見てみてください。どちらも今現在80度ぐらいになっています。AS500 の方は90度に入りました。アサシンはまだ80度後半で頑張っています。おお、ここで少し差が出てきたわね。やはりクーレイ最強は伊達ではないですね。AS500 の方は90度後半に入りましたが、アサシンはまだ80度後半でまだ余裕がありそうな感じですね。そんな話をしていたら AS500 は100度に行きそうです。あ、100度になった。と思ったら同時に終わったね。ではアサシンの方の結果も見てみましょう。マルチが 27,196 ポイントでシングルが 1,966 ポイント、最高温度は87度でした。お、さすがアサシン、100度いかなかったわね。そうなんですが、その割にスコアがあまり変わらなかったんですよね。では最終的なまとめを見てみましょう。シュララ。ということで最終結果はこちら。こちらの結果ですが、すべてオープンフレームでの検証となるので、ケースに入れた場合は、もう少し温度とか上がるかもしれません。いやすで200度とかなんだけど。スコア的に一番高かったのは、AS500 プラスホワイトとなりましたが、アサシンと比べると誤差の範囲かなとも思います。シングルが一番高かったのが虎徹マーク2でしたが、こちらも誤差の範囲かと思います。むしろ AS500 がなんでこんな低かったのか不思議です。もしかしたら裏で何か動いていたのかもしれません。アイドル時の温度はアサシンも AS500 もほとんど差がなかったですね。あとアサシンもマルチ1回の時は100度まで行きませんでしたが、10分間回した時には最高温度は100度まで行ってしまいました。やっぱり i9 はかなり熱い CPU なのね。
ですね。ということで今回のまとめとしては、空冷最強クーラーを持っても、i9 を冷やしきれることはできませんでした。性能もすごいけど発熱もやっぱりすごいわね。ですね。ただ CPU に高負荷をかけるような作業でなければ、空冷でも i9 を使えないことはありません。高負荷には耐えられませんが、なので空冷クーラーでの実験はここまでとします。お、ということは、次回は簡易水冷を使ってどこまで性能を引き出せるのか、をやっていきたいと思います。i9 の真の実力が見れるか楽しみね。もし今回の検証が役に立ったと思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またね。